こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県加西市、こちらは北条鉄道になります。まあ、いきなりね携帯が鳴りまして驚かせてしまったら申し訳ございません。この日ね、試乗会ということで、この北条鉄道のキハ40がお客さんを乗せて本格始動が始まった日になります。以前の動画でこちらのね出発式の様子、そしてその後のね撮影をお伝えでき、したかなと思うんですけども、今回はその続編ということになります。というわけでね、次やってきましたのはこちらは2往復目ですね。まあ播磨横田駅のあたりの撮影になりますが、ちょっと雲が多めですね。まあ晴れるでしょう。というわけでね、撮影をしていきましょう。奥の方からキハ40がやってまいりました。いやー、この北条鉄道についにやってまいりましたね、このキハ40。まあ試運転は撮影をしたんですけども、まあこのお客さんを乗せて本運転は初めて撮影ということになります。いやー、ちょっとね晴れたり曇ったりだったんですけど、ちょっと曇ってきましたか。あー、でもなんとか大丈夫そうですかね。キハ40、こののどかな風景の中やってまいりました。おー、警笛が鳴りましたね。私のキリイチぴったしで警笛を鳴らしてくれました。というわけで編成写真ですけどね、こんな感じになりました。タイフォンが開いておりますね。まあ何年か前に485系でタイフォン、やめときましょう。というわけで、先ほどの列車が青駅で帰ってくるところ撮影をしようと思います。こんな感じでね、ちょっと緑のトンネルのようなものがありますので、ちょっとここ撮ってみましょう。そして時間になりまして、キハ40が戻ってまいりました。緑のトンネルの中を抜けてきますね。というわけで、まず1枚、こんな感じでね、カーブの向こう側撮影をしておきました。まあ、割とね、この北条鉄道は平坦な部分を走っていきますので、あまりこういうような場所がないんですけど、探してみるとね、意外と撮影をできるようなとこがあるということになっております。整列車こちらの方にやってまいりますよ。いやー、こののどかな雰囲気の中に炭鉱の列車、素晴らしいですね。というわけで列車が通過をしてきました。というわけでね、先ほど写真載せましたけども、さらにね、こちら側に来たところも撮影をしておきました。いやー、長望遠で抜くとね、やっぱりこの圧縮感が出て非常にいいなというふうに感じております。いやー、いいのが撮れました。さあ、そして続いての撮影です。お昼ご飯を済ませまして、その後にね、まあ3往復目があったわけですけど、片道お昼ご飯の時間でね、取り逃しましたので、その返しの分を撮影をしていこうと思います。いやー、本当にのどかですね。まあ、小さなガーター橋がね、そこにありますので、ちょっとあれをアクセントにしてね、この広々とした風景を写真を撮っていこうかなと思います。というわけで時間になりまして、おさ駅の方面から列車がやってくることになります。いやー、本当にこの時間になるとね、雲もだいぶ減りまして、非常にのどかな、いい天気になっております。そのふもと、一両の炭鉱列車がやってまいります。いやー、いいですね。まあ冬ですのでね、ちょっと茶色が目立ってしまうんですが、これは夏とか、春とかなるとね、非常に綺麗なんじゃないかなというふうに思います。ちょっとその時にはね、また写真を撮りに行きたいなと思う次第でございます。ゆっくりと北条町駅の方に向かってきました。というわけでね、こちら写真こんな感じで撮ってみました。いやー、この青空の麓を走る五能線から、いやー、いいですね。地元でこんな五能線のキハ40が撮れるとは、本当にね、1年前の私を夢夢思っておりませんでした。さあ、そしてまたね、撮影今度4往復目最終日になります。撮影をしていきますけども、まずは、フラワー2000、まあ、やっぱりね、1日中このピンク色が走ってるんですね。こちらを撮っていきましょう。いや、結構ね、どこで撮るか迷ったんですが、ここが一番光線状態がいいかなと思って撮ったんですが、ちょっと構図に窮屈感がありますよね。その後ちょっといろいろ構図を練り直しました。さあ、最後の練習じゃないわ、最後の往復の列車がやってきました。まあ、本日最後のということですけどね。いや、だいぶ光線がいいんですが、入るかな、だいぶチャレンジですが、やっていきましょう。いやー、結構ね、このすぐ私の下にガードレールがあります。それをね、入らないように構図を構えたりしたんですけども、いやー、ちょっとうまいこと取れるか、ちょっとね、これは賭けなところがありますが、いけるかな。いやー、やっぱかっこいいですね。というわけで写真はこんな感じになりました。いや、無事ね、収めることができました。まあちょっと窮屈かなと思ったんですけど、これはこれでいいんじゃないかなと思います。この下にね、このようにガードレールがあるわけですね。あまりね、目線を高くしすぎると、ちょっとね、先ほどのフラワーみたいにちょっと残念な写真になりかねないので、やっぱりローアングルの方がかっこいいかなと思って、さっきのような写真にしてみました。
さあというわけで最後の包丁町駅に戻ってくる列車を撮影していこうと思います。ちょっとねこういうような小高い丘というか山の上にね上がってまいりました。いやちょっと撮れるかな、結構木が生えていて見えるかわからないです。私もね初めて来る場所になるので、いや撮れるんじゃないかなと思ってちょっと来たわけですが、ちょっといろいろ道には迷いましたね。そしてこのように眼下にはとね集落がありまして、ちょっとこの集落の屋根と一緒にね木葉を取っていこうかなと思います。やっぱりねこの北条鉄道のどかな路線ですので、こういうところをね走る雰囲気も撮影をしてみたいなと思ってこのところに来たわけでございます。撮れるかな、線路の場所わかりますか、踏切があるんですけどね。さあそして時間になりまして、向こうの方から木葉40炭鉱の列車がやってまいりました。やっぱりこの色はわかりやすいですね。まあ結構いろんな種類のね列車が全国走っておりますけども、まあ白色とかっていう列車は結構ね目立っていいんですよね。さあそして左の方面から秋葉40、本日のラストの列車がやってまいりました。いやーいいですね。というわけでね、西日も射して写真はこんな感じになりました。いやーいいですね、本当にのどかな写真、素晴らしいのが撮れました。いやー本当に私大好きな写真が撮れましたね。というわけで本日の運転は終了になります。いやー北条鉄道の長い一日が終わりましたね。もうすでにお客さんは降ろし終わってこちらのね側線の方に移動しておりました。いやもうねヘッドマークもそろそろ外されるのではないかなと思うんですが、いやもうエンジンもね切られているようです。いや本当に動いているのを撮れてね本当良かったなと思います。というわけでね、側線に止まっているところ撮影をしときました。いやもうこのヘッドマークは今日だけのものですからね、いや今後つけることはないかなと思うんですけども、いや本当にかっこよかったですね。たくさんの名盤とも一緒に撮影をしておきました。いやこれからねこのキハ40がたくさん走るとなると本当に嬉しいですね。そしてこちらは秋田県男鹿市からやってきましたナマハゲです。動画が、え、写真が、写真です。お、ナマハゲが2人、カシが2人います。はい、チーズ、カシャ、ありがとうございます。いや非常に優しいナマハゲさんとね、一緒に動画も撮らせてもらいました。というわけでね、この最後の姿、最後がなくなるわけじゃないですけども、ちょっと見ていこうかなと思います。いや西日がさしてね非常に綺麗、エロ光って感じなんですが、まあちょっとこのホームの屋根の影が落ちております。いや本当にこの北条鉄道のね長い一日が終わったという感じですね。まあこれからは本格的にこの列車が動いていくということですけども、いや本当に無事この一日終了してよかったなと感じております。もうすでにねヘッドマークが取り外されておるようですね。いやまたねちょっとこれはいろんな季節に撮りに行きたいですね。桜であったりとか、まあ、夕焼けの写真とかね、いろいろ撮ってみたいなと思います。ヘッドマークが改装されてきますね。いや、久々にね、地元で興奮した一日でございました。というわけで、この後、新鉄の主で同乗者もう一人のね、改装を兼ねまして、ちょっと神戸電鉄の方にやってまいりました。こちら、加古川を渡る、この加古川橋梁でございますが、ちょうどね、いい色の列車がやってまいりましたよ。1500系でしたっけ？形式は忘れました。この加古川、雄大な加古川をね、列車が渡っていきます。いやー、こちらもいい光線ですね。というわけでね、こちらまあ最後ですけど写真を撮っておきました。こんな感じですね。全く北条鉄道とは関係ありません。まあ北条鉄道と連絡はしてますけどね。というわけで本日一日この北条鉄道のキハ40を撮影をしてまいりました。まあこれから定期列車としてこの列車が走るということですので、まあいろんな風景とね、写真を撮っていきたいなと思います。いや、本当にワクワクが止まりません。いやもう末永くね活躍をしてほしいなと思います。いやいいのがたくさん撮れましたよ。というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。